小山勝良氏は、宮城県仙台市大白区出身の元プロ野球選手、宇藤右内。小学3年生時に野球チームに入ってから一貫して、保守を務める。ただし、大学時代に一時抑え投手として登板することも、あった。高校、大学時代には目立った活躍はできなかった。秋田経済法科大学を中退し、2003年にシダックスに入社。 その後、野村克也監督の厳しい指導の元素質が開花し、遠藤110メートル以上の強権で、早球が2塁に到達するまでの時間は、約1.8秒。2005年度ドラフト会議にて、北海道日本ハムファイターズから50名指名を受けて入団。2008年4月23日の対、オリックスバファローズ戦でプロ初出場、5月1日の、 対チバロッテマリームズ戦で初先発出場を果たした。しかし、同年10月2日に戦力外通告を受け、12球団合同トライアウトに参加したところ、視察に訪れていた中日ドラゴンズ監督の落合博光の目に留まり、中日の周期練習に参加。12月4日に中日と正式契約した。中日時代2009年に両、内から右内に転向 同年は、初の開幕一軍入りを果たし、谷重元信の,の代役として先発マスクを被る、機会も増え、5月12日の東京ヤクルトスワローズ、戦で、一条安弘から、プロ初本塁打を放つ。谷繁の復帰以降は、ダイソーでの起用や、相性のいい朝倉健太、健が先発する試合で、スタメン出場することが多く、第二捕手としての地位を確立した。 2010年も、前年同様に、チェン、朝倉とのバッテリーや、大量ビハインドの試合での出場機会があったものの、朝倉が調子を落とし、かつ小田公平が調子を上げた中盤以降は、出場機会が減り、第三の保守としての起用に止まった。2011年、移籍して3年連続の開幕一軍入り。序盤こそ、出場機会は少なかったものの、交流戦で、谷重が怪我して、 以降は、元パリーグの経験を生かし、チームの交流戦場維新室に貢献。リーグ戦再開以降は、打撃好調もあり、スタメン起用が多かったものの、チームの勝ち星が伸び悩んだこともあり、前田明弘や田中大輔との併用になった。日本シリーズには2試合出場した。2012年1月23日。 金銭トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍することが発表された。1月30日に入団会見を行い、背番号は中日時代と同じ65に決定。同チームでは、名字の漢字表記が同じ小山新一郎がいたことから、スコアボード表記は小山桂となる。東北、宮城県出身の小山にとっては、地元球団への入団となった。 開幕こそに軍スタートだったものの正保守の島、元広の離脱に伴い一軍に昇格。22試合に出場し、打率は224だった。2015年には、島や清水忠の怪我などで一軍に昇格したが、公式戦では6試合の出場にとどまった。10月26日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に現役を引退。 同月28日付で NPB から任意引退選手として公示された。2015年12月8日にブルペン保守権打撃投手として古巣の中日と契約したことが球団から発表された。強権の保守であるがフォークなどの変化球を後ろに反らすなどキャッチングが課題であるため中日時代は小田が在籍時は谷重がスタメンから外れても出番が少なく スタメンで出場しても岩瀬当番には谷重青田、前田に交代されることが多い。保守としては俊足であるため、大層として起用されることも多い。2011年3月11日に発生した東日本大震災で宮城県石巻市に住んでいた祖父を亡くした。4月2日に行われた事前試合では8回の守備についた際、スタンドから大きな声援を受けた。 4月30日の対広島東洋ガープ戦では、シーズン初めてスタメン起用され、今村武氏から左翼へ三乱本塁打を打った。お立ち台でおじいちゃんが打たせてくれたと思いますと語った。ありがとうございます。